疲れ様です。ボーレンです。じゃあ今日も冒険の続きしていきましょうか。さっきなんかドラクエ5のディスクがなんかバグってて、なんかめっちゃなんか開けてみたら、なんか全然再生せへんから開けてみたんですね。開けてみたらなんかめっちゃしぶきみたいな、なんか CD に飛んでて全然読み込まんかって、で今めっちゃなんか吹いてやってみたいなところですね。この穴なんなんやろ。いや、もう起動せんかったらまたブックオフに買いに行かなあかんからね。めんどくさいですよね。っていうところで、ルーラーをしますね。で、次、ボブルの塔やったっけ？行こうかな思ったんですけど、なんかちょっと寄り道ポイントがいくつかあるらしいので、それでちょっとね、そこ行ってから行こうかなと思いますね。レベルもちょっと心もとないんで、っていう感じですかね。まあ、ここでセーブしてて、どうやって出んねんやろ、これ。なんか階段みたいなのなかったっけ？なかったか。あるわ。武器もちょっと整えた方がええんかな。なんか怪しいよな。まあ、とりあえず、まあ、それなりにちょっと調整してから、行こうかなと思いますね。だからもう降りたいんやけど、どうやって降りるのこれ。あ、ここか。降りられへんの？そらそやんな。じゃあここでルーラー使ったら。サラボナ。は？どうやって行くん？めんどくさいなぁ。あ、これ使って操作して降りなあかん感じのやつ。だる。めっちゃめんどくさいやん。いや、予想外やったわ。なんか、久しぶりやったから感覚狂うな。まあいいわ。ブツブツ言ってんと、早く行こうか。カットかな、この辺は。どうしようかな。いや、でもつけへんの、ほんま焦ったわ。うん、これで適当に降りて、で、そっからもうここでいいや。で、ルーラーしようかな。これ、すごい不便やんな、このシステム。ほんまは、順当に言ったらボブルの塔なんやろうけど、まあ、ボブルの塔はまだ行きませんと。呪文で、ルーラで、サラボナね。誰スタメンにしようかな。で、今から何をやるかというと、ブオーンっていうやつがおるんで、そいつ倒しに行きたいんですね。なんで、ちょっと待ってくださいね。並べ替えしますわ。作戦で並び替えして、ゴーレム、ジュエルで、ゴーレムでいいでしょう。これでいいでしょう。一応まあこれで。あ、ここまだやね。あかんね。で、一応回復しよっか。一応な。うん。いや、なんかルーラーで MP 消費したら少し損した気持ちになりますよね。金微妙に溜まってないよな。もうちょっと貯めてからなんか装備とか整えようかな。結構1世代前の装備か2世代前ぐらいの装備になってるんで、ちょっとね、それでは心もとないんで、じゃあ久しぶりにハゲン会いに行きますか。よいしょ。リリアン。おれへんやん。おっさんどこ？まあ、ゴーレム帰ってきてくれたのね。ああ、神様が私たちを見守っていてくださったのだわ。ゴーレムどうか力を貸してちょうだい。数日前この町にやってきた旅の商人の話を聞いてから主人の様子が変わったの。でも私には何も話してくれないし、ああ、もう心配で。あいつどこやねん。俺変やん。あいついつもさ、ここ追ってくれよってとこもらんよな。家ひどいね、ほんで。どこやったっけ？ここか？あ、おったわ。おった。なんとゴーレムがいつもおったのださっきや。いや、積もる話は後にしよう。今は私の頼みだけ聞いてもらえなかったらいいですよ。町の北にある山奥の村の西の小島、いいかね。町の北にある山奥の村の西の小島に小さな祠がある。その中に古びた壺が一つ置いてあるはず。その壺の色を見てきてほしいのだ。おかしな頼みと思うだ。頼んだぞ。北西の小島の祠の壺の色が、もし赤かったら急いで戻るのだ。間違いであってくれればよいのだが。なんか、壺の中の色見てこいとかいう謎の指令受けたんで、見に行きますね。いやー、なんか来た。
ゴーレム様、私聞いてしまったんです。ご主人様の独り言。壺が赤く光るとき、いにしえより奴が蘇る。広間の本棚にある古い日記のようなものを調べていらした時でした。ゴーレム様、どうかご主人様を助けて差し上げてくださいまし。今から行くね。おいでくれ。山奥の村の北の苗や言ってたな。ちょっと忘れてもたな。こんな短時間で。ほやん。まあ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 、ちょっと記憶を頼りに行きますわ。ちょっと地図見ていいですか。山奥の村あるやん。そこ、あ、あれやな、北西の祠って。水車道ちゃん。前は、いけるやろ。さすがにここで迷ったらもう俺やばいわ。おったなぁ。まあいいよ、今日は余裕あるからやったるわ。だから特殊かって、お前あんまり MP 使うなよ、ほんで。え、誰かかってん？誰？あ、レムね。あ、でかい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 。いいよいいよ。これ誰かザオリク覚えてほしいなぁ。ザオリクってザオラルと違って、なんていうんですかね。確実に機械出すことできるんで。まあまあのメンツやな、これ。どうしようかな。やるけどな。アデンデザルスがやばいな。言うてやな。まあ、ええ行こう。ここやな。壺の色見てこいと。さあ、何色なんでしょうね。普段何色やねんな、というより。ああ、これはそうですね。螺旋階段みたいになってるんですよ。で、まあ、こんな感じでぐりーっとね、回って。で、まあ、色見てこいと。ゴーレムは不気味に赤く光る壺を調べて何やら嫌な気配が伝わってくる。これ赤くなってますよね、確実に。なんなんやろな、この壺の下り。いるんか。まあ、いいわ。はい。うん。よっしゃ。な、戻りましょうか。壺の色も見たし。いやー、この壺の色見るイベントいるかな？いつも思えるの。まあ、いるんでしょうね。何色でもええけどな、俺は。ちょっとまあ、ちょっと脇道に今それてるからな。まあ、でもしゃあないか。あー、めんどくさい。まあまあ大に。ザファやからめっちゃバギクロスとなるよな。まあええねんけどさ。まあ一応な。ちょっと一応ちょっとだけ食らったから、セーブしますね。セーブっていうか、回復しますね。あ、できへんの。オーゴーレムのルノマン先ほ、ルノマンさん先ほどから見晴らしの塔でお待ちです。さっき回復させろ、ボケ。あとや、そんな。止まるね。え、これって馬車も入れたっけ？全然覚えてないな。まあいいわ。いい朝ですね。そうですね。いい朝なんかな。ルドマン結局は、ここに置いてきぼりにしようもないけど。まあやか。まあいいでしょう。はい。ここですね。思い出したわ。あ、これ多分4人しか入られへんわ。てか、並び替えしよう。ゴーレム、ジュエル、ゴーレム。はい。ってことで、塔を登っていきますよっと。はい。ゴーレム、ご苦労だった。そうか、やはり破壊力か。その顔を見れば占い師じゃない私でも壺の色を当てられるさ。もう時間がないようださ、こっちへ。なんやねん。いいかね、ゴーレム。壺の中の悪魔がもうすぐ蘇るのだ。150年前の私のヒー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 じいさん。要するに私のご先祖様が奴を壺に封じ込めたんだが、その効き目がそろそろ終わるらしい。おそらく奴は憎い血を引くわ、この私を狙ってくる。もちろんその後、サラボナをも滅ぼすだろう。私は家に戻り戦いの支度をしてこい。お前、無理やろ。
ゴーレムしばらくの間ここを頼んだ。俺やらす気まんまやないか、お前。絶対帰ってけんパターンやろ。あ。不穏ですね。北西のな、祠あったもんな。うん。さっき見たけど、壺の色赤色やったで。うん。その情報いらんな。まあ、ええわ。てかさ、蓋してんのか。蓋してないと思った。てか、壺かわいいよ、みたいな。猫やん。まがまがしい。なになに？おぉ。サイズ感が半端ないな。何これ。おぉ。歩いてきたな。これは普通に考えたら倒されへんやん。こいつ何聞いたかな？てか全然覚えてないな。あ、もう全然覚えてないわ。あー、ウォークス入れとけばよかったかな。ペコマラーと思ってるし。失敗したかも。まあ、いいわ。やるだけやってみるわ。あかんかったらもう今度が全部パイ。ブーイ。全くよく寝たわい。さて、ルドルフはどこだ？ルドルフって誰や？隠すとためにならんぞ。まあ、良いわ。体ならしに貴様らから血祭りにあげてやるわ。強そう。はい。ということで、今回はこのブオンをですね、倒したいと思います。ブオンが現れたって、もうその全身見せんでええねん。早らしてくれ。そんなカットいらんねん。美味しないねん、それ。うん。おいおい、早らしてくれ。ブオンめっちゃ強かったと思うよ、確か。うわぁ。まあ、とりあえず、呪文やな。こいつって作ると撃たれへんな。じゃあもう攻撃やな。で、特技で、まあ、こいつバイクロス、もうこれはこいつも特技でバイクロスで。ほんで、これが呪文で、先どっちしようかな。フバーハ先しとくか。で、呪文で、バイキルトでゴーレムや。ほら。遅いね、お前。お前遅いね。スクルト持っとこう、一応。で、バイキルトでゴーやな。あ、やばい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 。もうやばい子なってるやん。で、ベホまで、ゴーレムで、で、攻撃で、で、呪文で、ベホまで。こいつでベホまだ撃たれへんかったよな。で、これで、呪文で、いや、待てよ。ルカなんとかどう？うん、オッケー。じゃあ攻撃、攻撃で呪文でもう一回スクルトかけて、で呪文で何聞くんやろな。いいよ、俺、いや、ルカなんやな。で、呪文で、ベホまで、そろそろ、レムを回復させておいて。で、レムは、どうしよう。イオラで持ってみる、一回。あ、効くやん、結構。バギクロスほどではないけど。これ全部いけるやん。あ、これ効くやつや。まあ、まだいけるな。イオラや。
あ、やばい。こいつ遅いから、ベホまで回復させて、で、攻撃、で、呪文で、もう一回スクールとかけとこう。で、呪文で、あ、うん、ルカナも言っとく？うん。じゃあ、こいつ呪文やな。で、これで、ベホまで、レムで、で、じゃあ、呪文で、ピオラやな。あ、死んでもた。え、うせやん。しゃあないな。ザオラルで、こうやって、で、攻撃、で、呪文で、ピオラやな。自分にベホマやな、まず。ピオラやな。で、次はベホマでやって攻撃で呪文で、これも下げとかなるかな。おお、やっててよかった。呪文で、もうザオラルで、呪文でイオラやな。あいつ生き返らなさすぎじゃない。もう一回だけザオラルやるわ。呪文でイオラやな。あ、やばい。あいつもうほんまない。もう生き返ったらええやん。で、イオラやな。あ、死んでもうた。もうええわ、二人でやるわ。やばい。呪文で、ベホマやな。やばい。あ、倒した！ラッキーやった。子供全身でもだけど、最悪や。ザオラルなぁ、失敗したのいなかったなぁ。まあ、ええわ。カンオケなってるやん。しゃあないわ。下手すぎた。なんと、ブオマ最後の鍵を残してた。ゴーレムは最後の鍵を袋に入れたと。はい。あ、夢が出てる。わっはっは、やあ、愉快愉快。私が支度してる間に倒してしまうとな、お前来る気なかったよ。さすがゴーレム、やあ、愉快愉快、黙れ。ますますゴーレムのことを気に入ってしまったわ。これから先も親子で力を合わせ、頑張るのぞ、ゴーレム。うん。のっちゃん、頭おかしからな。うん。どうせなら支度してから、塔に行ってくれれば、ルドマンさんと一緒に戦えたのにね。絶対こいつな、確信犯やね。ルドマンさんがあんなに笑ってるの初めて見た。なんだか違う人みたい。こいつ結構、ひょうきんやね。あー、お前ね、チャンスで喋ると思ったら、なんかくれよ、というか。ちょ、あいつおるんかな？フローラ。ちょ、それだけ気になるな。こんにちは。あ、おらんわ。あー、俺に振られたショップでどっか失踪したんかな。まあいいわ、はい。っていうところで、まあなんていうんですかね、今回は、まあこうやってブオーンをね、まあちょっと倒すっていう、めっちゃ強かったでしょ、というか。ね、まあ、あいつほんまにめちゃくちゃ強いんですよ。なんで、ちょっとまあ、今回まあこれで20分ぐらいやってんのかな。最近ちょっと30分ギリギリスレスレの動画、まあてか編集して作ってたんで、今回はね、サクッとこれでね、まあ終わりにしといてもいいのかなと思います。
それではですね、ご視聴いただきどうもありがとうございました。次回またどうぞよろしくお願いします。はい。